お前つったのが、千葉言うと。なんで千葉なの？これは何ですかって聞いたら、いいビデオですって言われて、もちろん出る気はなかったんですよ。でも持ってかれちゃったから。初体験はビデオってことか？そうです。今は何してるの？今は昼食してます。だよね。そうです。すごく違和感に違和感スーツ着てるの？スーツで何かの撮影にしか見えないんだけどなんかそういう撮影にしか今日もね、ちょっと夜遅くにご足労いただきましてありがとうございます。じゃあその、お昼の仕事と、ビデオの仕事もやりながら、そうですね、さらに高校もやって、結構マルチにやってるよね。そうですね、やってますかね。今はどうなの、その、気持ち的にメンタルで。そう、絶対その3つあったら忙しいじゃん。いや、でも忙しいですかね。休みないでしょ、そして。休みはないですね。気持ちの持っていき具合っていうかさ、そのメンタルの保ち方とかってどうしてるの？メンタルの保ち方は、同じ YouTube の動画をずっと見てます。例えばじゃあ、今ハマってるのは何なの？某ボディービルダーが大会に向けて、テレビが取材をしてる動画。はい。その気持ちを落ち着かせるために。いや、なんかボディービル頑張ろうって思う。彼のはインスタとか見てもらったら分かると思うんだけど、そのボディービルの、それはさ、それでまた心も体も削れるやん。削れますね。自分でどんどんなんかそっちに持てってない？なんかそういうのが好きなんじゃない、結局。いや、かもしれないですね。忙しいのが多分好きなのかもしれないですけど。ボディービルは何で始めたの？ボディービルはその先ほど出た元彼、あの方が、あの方ですね、無理やりやらせたんですあの人もボディービルやってたよね。そうです、やってて、僕最初ビデオが売れるためにはどうしたらいいかなっていうことで、筋肉が必要だと思ったんですよ。マッチョマッチョ路線で行こう、売れるかなと、トレーニングしていて、で、まあトレーニングは、まあ、そこまで嫌いではなかったんですけど、そしたら元彼がボディービルの大会に一緒に出るぞって言い始めて、いや嫌だって言ったんですけど、無理やりやらされて。でも最初はさ、いやいややってたらさ、そんな賞取れるようなレベルではないんじゃないの？すごい嫌で、ポージングっていうのがあるね、よく皆さん練習してるよね。あれを大阪、北海道だったのでビデオ通話でやってて、できないじゃないですか、そんなの。分からなくて、すごいずっと泣いてて、もう嫌だって。家でも泣いてたの？ずっと泣いてます。つらい。もうできないし、人前に出るのも嫌、脱ぐのも嫌、話すのも嫌。よく嫌なのにさ、そういう環境に自分持っていくよね。いざ大会出たら、4番だったんですよ。4位ね。すごい悔しくて。もともとスポーツの世界で生きてきたから、負けるとかいうことにちょっと敏感で悔しくて、そっからハマりました。次の大会で絶対優勝するとか決めて、次の大会で優勝できて、でもう完全にハマりました。今も続けてる。今も続けてますね。すごいんだよね。なんかもう、こう絞った時のもう体がもうカリカリ感というか振れ幅がすごいね、なんか。そうですね。衣装を準備するのも大変だね。あるのよ。サイズ感っていうのがあって、どれをしたらいいんだみたいな。思う時がある。そうですよ、ね。何人か他のゴーゴーもそういう大会出てることがいるけど、振れ幅がすごいじゃん。振れ幅がすごいんですよ。終わった後に急になんか大きくなるし。今は結構減量期に入ってて、減量して1ヶ月くらいですかね。朝はプロテインでだけですね。あとはヨーグルト食べる時間があったらヨーグルト食べます。昼がサラダチキン、セブンイレブンのスモークサラダチキン2つ、とおにぎり、昆布のおにぎり、脂質が少ないので1個食べて、あとはザバスのプロテインジュース 20g のもので、夜は白米を1合ぐらいかな、とあとお肉。大会出てる人ってさ、特に減量に入ったらだけどさ、ほぼ毎日同じもん食べてるよ。毎日同じです。辛くない？それもう慣れない。昼が一番辛いですね。それはね、空腹で辛いのか、何が辛いの？会社の人が目の前で味噌ラーメンを食べるんですよ。
自分それぞれのねランチがあるからね。僕はそれを見ながらバラチキを食べてます。自分もラーメン食べてるんだぞっていう芝居とレベルではないんだけどさ、私もちょっと頑張ろうみたいな時はあるのよ。その時は会社にオートミールのおかゆみたいなのを食べて食べたりとかしてすごいです。オートミールは僕食べれなかった。オートミールすごい好きなんだけど。いやまずすぎてもう無理です。マジで、はい、オートミール結構好きで、それに野菜とかぶち込んでスープみたいなおかゆみたいなぐちゅぐちゅみたいなのして誘導食みたいなとかやるけど、でもそれでもつらみたいな。ここまでして続ける理由は、その2つともビビルもそうだし、ビデオもそうだし、ゴーゴーもそうだし、そんなになんか泣くほどなのに続けている理由、どこにあるの、そのモチベって。今は目標が自分のこの大会で優勝するっていうのがあるんですよ、ね、海外の選手も出るし、すごい大会で絶対に優勝するっていうのがあるので、それがモチベーションですよね。ゴーゴーは何をやってるの。うん、何何ゴーゴーは何。ゴーゴーは何でやってるのか、オファーをいただいているからああ呼んでくれるから。じゃあやろうかな、うん、だから必要とされているのであればやりたいなと思う、はい、必要とされてないなら別に。じゃあその選んではないの。全く選んでないです。言ってくれたら何でも OK みたいな。はい、そうなんだ、はい、めっちゃ選んでる選んでないです。自分のやりたいとしかやらない。言い方ちょっときつく聞こえるかもしれないけど怖選んでるというか私に合うだろうなみたいなとか、向こうがやっぱりそのね熱量とかがあるじゃん、はいはい、出てみないみたいな、そんな軽いノリで DM 来られてもみたいな、はいはいはい、僕は必要とされてるなら出るっていう感じですね。これからも変わらない。これからも変わらないですね。ゴーゴーしてる人にさ、はい、たまに聞くんだけど、はい、ゴーゴーやってて良かったことってあるの。チヤホヤされる。あどういう意味チヤホヤ。なんかあんまり自分チヤホヤされてるなっていう感覚はあんま少ないんだけど。最近は僕もないです。うん、やってて良かったこと、うん、特にないみたいで何ですか。私、はい、私一番はね、いろんな人と知り合えるって。いろんな人と知り合える。マジでやってるから、はいはいはい、なんかこうコミュニケーションのハードルがすごく低くなる。あなんかそのクラブにいて出演者でゴーゴーですみたいなのだからすぐ話しかけられるし、あそうそう、なんか仲良くなれるみたいなところがあるかも。で向こうが自分のことを知ってくれてるから、はい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 、より話しやすいし、それが日本だけじゃなくて海外とかも行かせてもらって、はいはい、自分もちろん初めましてみたいな感じなんだけど、向こうはもういろいろ知ってくれてるからさ、呼んでくれてるわけだからさ、でそこでもうすぐなんか仲良くなれるし、コミュニケーション取れるし、人脈というかコネクションつながってよかったなって思う一番。あ、うん、じゃない、なんかそうじゃない、なんか僕話せないので、うん、でも話しかけてくれるじゃん、はい、ああ いるいるみたいな。ああ確かに確かに、うん、だからそこでさちょっとハードル下がるじゃん。ハードル下がりますね、うん、でこれ人の顔をあまり覚えられない。ああ顔はね、私覚えられるけど、名前とか無理じゃない。あーちょっと名前はだってさ、現場によったらさ、はじめましたって何回言ってんだろうみたいなの時あるじゃん。はじめましたはじめましたみたいな。ありますね、ずっと同じこと言ってるみたいな。絶対覚えられないんだよね。覚えられない。ちょっと人に会いすぎだからね、印象に残るようなことをやってくれないと。そうですよね、うん、次の現場でさ、あーみたいなんて言われて、あ、きっとこの人とは初めてではないんだろうなみたいなので察して喋るみたいな。けど名前は出てこない。そうですよね、そうなりますよね。僕も一回どっかの合法した時に、うん、知らない人がいて初めましてって言ったんですよ、うんうん、そしたら前共演したことありますってもうそれから初めましてって言うのやめようって、お疲れ様ですって入ろう。そういうね、合法の子がいた。怖いなんかその現場じゃないところで会ったのよ、はい、そして向こうが初めましてって言ってくれたのよ、はいはい、この間一緒にやったじゃんみたいなっていう時があったしかもその子は2回も行ってきてさ、うん、その時はさすがに怒った。怖っ、いい加減覚えろよって言って怖っでもね、そういうなんかちょっと失敗みたいなのはあるよね。そうですよね、ありますね。大きなやらかしみたいなのないの。大きなやらかししかないですよ、僕。ええー、なるほど。例えば、なんか言える範囲で面白いエピソードみたいな。面白いエピソードは昔ですよ、その千葉優斗時代、
今もそうじゃん。そうだそうだ。ビデオが売れてた時、僕のビデオが、はいはいはい、ギューンだったんですよね。ギューンの時、ギューンの時すごい天狗だったんですよ、僕。かなりの伸びてるわ。かなりの突き抜けちゃう。そういう自覚は今ありました。あったのね。まず挨拶はしない。あさしですみたいな。そう、されたらするみたいな。いる、そういう子。しなくて、まあ24とかですからね。まあね、わかるわ、うん、で、楽屋で僕が通る動線に先輩がいたんですよ。うん、いや邪魔って言って、どかしき、うん、そんなことある？プラス、うん、あ、今日気分じゃないから出たくないから出ないって言って、え、当日に当日そんなこと言っちゃうの？よく今まで来れたね、うん、そうですよね、うん、秒で干されるよ。そうですだからここまでやらせていただいてるのびっくりね。ほんとびっくり。びっくり。私と会ってなくてよかった。確かにひどくて。いやー、それはひどかったです。うんうんうん。でもまあね、うん、ある意味、はい、悪い意味でゴーゴーっぽい。ゴーゴーらしさがすごく出ていてよろしいんじゃないでしょうか。でもね、一昔前ってそういう人いたもん。したよね。うん、私ゴーゴーですけどみたいな。私売れてます。そう、ていうか私が今日お客さん呼んでるんですけど、ね、そう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 、そんななんかいちいち言わんといてみたいな。わかるわ。そういう時期がありましたね。あ、あなるほどね。その伸びてた鼻は何かでへし折られたの、それとも自然と丸くなったの？伸びてた鼻は一回北海道から奈良に引っ越したんですよ。奈良、奈良に引っ越した。その時はゴーゴー引退したんですよ。あ、一回やめたの。一回やめたんです。やめたの。やめて、ビデオもやめて、一般人になったのね。そう、なって、うん、この社会人の経験するじゃないですか。あ、働いてたの、ね、働いてました。奈良で働いてた、ね、奈良で働いてました、はい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 、業務スーパーで業数。全然わからへん。なんかもうイメージつかへんねんけど、業数って。業数大好きよ、私も。ゲイの世界にいたらやっぱりチヤホヤとかされるじゃないですか。そうやね、見た目良かったら許される部分ってすごくあるじゃん。そうなんですよね。うん、なんでこう、でも一般社会に出たら通用しないじゃないですか、その見た目ではね。そうそうそう、誰も判断しないからね。で、その時にすごい学びましたね。ああ、よかった。業務スーパー、業務用スーパー。はい、はい、そしたらゴーゴーボーイ恒例企画なんですけれども、ゴーゴーの私物が見たいのコーナー。恒例なんですかこれ。え、結構みんなにお願いして。本当ですか。うん、それこそ建造とかも、え、見てない、見てなかった。建造もやってたし、はい、リュースやってなかったんですよ。やってたよ。やってなかった。やってた。あの、多分ね、違う動画。あ、違う動画か。リュース2本動画撮ったから。あー、2本に分かれてて、多分もう1個の方見てない。見てないです。そうそうそう。それこそ優作、サスケ、進む、いろんな人。で、見とけばよかった。じゃあちょっとでカバンを拝見して。本当にガチガチですよ。ビジネスバッグ、会社帰りだから。映ってますかね。映ってます。ビジネスバッグが、ビジネスバッグ、しかもまあ可愛らしい。可愛くないですか。キュミね。キュミです。可愛い、はい、なんか持ち物もいちいち可愛いね、なんか。可愛いですか。なんかそのネクタイ。本当ですか、うん、そう。仕事帰りのカバンは何入れてるの。全部開けます。いや別に、あ、その見せれるものでいいよ。そのなんか仕事のものを出されるとね、ちょっとそれはなんかいろいろと差し支えがね。書類系はやめよう。私物、お財布。お財布何使ってるの。あー、ティッシュが。ティッシュ、はい、ティッシュ。これはね、よく必要です。お財布です。かわいい。これはボッテガ。はい、アミアミのやつね。かわいい、長財布。最近みんななんかちっちゃい財布使うこと多いけど。そう、僕はでっかいんじゃないですか。わかる。なんで、それは。え、どうやって入れるのか分からない。ポイントだもんだよ。折りたたんだらなんか嫌じゃないですか。うん、じゃあ私はね、あとポイントカードとかが多いんだよね。カード、あー、買い物好きやからさ、なんとかのカードみたいなのがいっぱいあって、あ、そのためならどうかは長財布。はい、僕は長財布。はい、長財布派でした。はい、ハンカチ。ハンカチ、あ、ハンカチ、しかもかわいい。トトロ。トトロじゃん。使ってます。はい、こういうのも好きなの。え、家でやった。あ、カー適当に、うん、そのジブリが好きってわけだよ。ジブリは、でも好きですよ。あ、マジで。はい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 。ちなみに一番好きなジブリは。
なんだろう、うん、これじゃないの？トトロ、もののけ姫だ。もののけ姫ね。もののけ姫、はい、ずっと見てました。なんかそういうハマったらこうすぐ繰り返すもんね。あれね、多分、はい、その興味がないものには全く興味なくて、ないです、ハマったらとことんなんか追求するというか、そのなんかその映画とか動画だけじゃなくて、はいはい、それこそボディビルみたいな感じで、はい、とことんやるみたいな。とことんですね。ゼロか100みたいな。なるほどね。じゃあ、もののけ姫。もののけ姫です。でもトトロ。トトロ、いいよ、いいじゃん。かわいいですね。かわいい。はい。あとは、これだ。あ、これみんななんか出てくる。ミンティア。ミンティア。しかもカルピス味。カルピス味。はい。あと、え、これはあとですか。あ、それあとにしようかな。パンツ、あとでね、パンツも持ってきてくださいって言ったの。あとハンドクリームです。ハンドクリーム、これ何でも出ます。ジュリーク。ハンドクリームでかくない？ハンドクリームってさ、こんなんじゃない？みんな。私、え、嘘でかっ。ジュリーク、初めて聞いた。ジュリーク、本当ですか？何これ、いい匂いする。いい匂いしますよ。使っていい？いいでしょ。え、めっちゃいい匂いします。あ、めっちゃいい匂いする。これ何の匂いだろう。わかんない。ジュリーク。この季節はね。そうなんですよ。デスクの地で置いてるもん、ポンって。せーだね。カサカサなるんだね。はい。あんまなんかそういうプロテイン系とか出てこないの？リップ。あ、リップ？あ、リップかわいい。あ、これも一緒？ジュリンク。ジュリンク？初めて聞く。ほんとですか？うん。あと、名刺入れが。名刺入れ。あ、名刺入れね。名刺入れ。これもトゥミ。あ、これトゥミ。トゥミ。かわいい、かわいい。あと、イヤホンですね。何？坊主の。坊主か。新しいやつ。へぇー。最近出たばっかりのやつ。これは何がいいの？ノイズキャンセルが素晴らしい。坊主。私もね、ちょっとイヤホン買いたいなと思って。これ買った方がいいですよ。え、マジで？これノイズキャンセリングがエグいんですよ。ちなみにおいくらぐらいなの？39,800円。結構高めー。ソニーより高くない？ソニーの方が高いです。あっちの方が高いんだ。確かソニーの方が高かった。なんかね、私、その家使ってるイヤホンが、もうね、充電がマジで10分ぐらいしか持たない。じゃあこれです。じゃあこれです。もう買い替え時期だなと思って。じゃあ、このね、イヤホンってね、充電ってバッテリー交換できひんのよね。使い捨てやね、マジで。あ、でもこれちょっと調べてみよう。これは1回聞いた方がいいですよ。あとでちょっと聞かせて。じゃあ、OK です。あとは、この首から下げるやつ。社員証みたいな。あ、それは出さんとこ。それぐらい。あとボールペン。ボールペンとかは大丈夫。耳かき。耳かき入れてんの？綿棒。なんで？綿棒入れてます。え？綿棒。え、カバンに綿棒入れる？うん、綿棒入れてます。いや、しかも結構一個ずつ小分けになってる。そうそうそう。え、なんか耳とかやりません？やるけど、持ち歩いてない。あ、持ち歩いてない。なんかジムにあるの使ってる。え、僕だってゴールドに置いてあるやん。置いてあります。それ使ってる。僕も使ってます。会社中に、なんか、耳かき。ないかも。仕事中、耳、まあ、かゆくなることあるけど、かきたいなみたいなのあんまないかも。私の場合はちょっとない。あ、ないです。そこあるからね。なるほどね。くらいですね、僕の頭の中。じゃあ、あと、お守り入ってるかな。あ、お守りどこの？知らないの。知らないのね。立ちお守り。勝ち運って書いてある。そう。あ、増上寺じゃん。増上寺。うん。どこですか。あっこよ、東京タワーの横。東京タワーの芝公園ってあるじゃん。はいはい。芝プーとかあるところ。あそこ増上寺ってお寺があるのよ。あ、そうなんですね。うん。すごいなんか安倍首相のお葬式あったりとか。あ、そうなんですか。そういうなんかそういうもう本当に国賓とかそのレベルの人たちがやる。はいはい。でっかいでっかいお寺。あ、じゃあ行ったんだ。ああ記憶よ。記憶どこ置いてたんよ。増上寺、東京を代表するお寺の一つだと思うんで。で、以上ですかね。じゃあさっきちょっとちらっと見せてもらった普段履いてるアンダーウェア見せてもらいましょう。はい、普段履いてるアンダーウェアはこちらです。やだ、こちらです。ほんまに急遽。僕こう分かれてるのがいいんですよね。分かります、ここが。あ、ポーチね。ポーチって言うんですか。うん、ここポーチと。私たちはポーチと呼んでるのね。じゃあポーチ、うん、
ポーチがあるやつがいいんですけど、なるほど、そのここの生地がつながってなくて、ちゃんとここが独立して裁断裁断というか縫われてるやつ、縫われてるやつが好きで、じゃないと擦れるじゃないですか。多分ね、一番言うとアイススケートやってたからここが太いんだよね、きっと。そうなんですよね。でこの動画でも何回もやってるんですけど、そういうここが太めの人ってここがね、そうなんですよ、股ずれを起こすのよね、痛くなっちゃうから。それね、丸ごと精肉店っていう動画の人も言ってた。だからここがさ、そう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 、しかもここも当たらないのよ。そうなんですよ、ここもももに当たらない。当たらない。そう、だから当たるところがゼロなんですよ。ゼロなんですよ。だから、はい、太もも太めの人にはこの、私たちこれロングボクサーって呼んでるんですけど、このロングボクサーをマジでおすすめする。そしでしょ、これ長いじゃないですか。長いんよ。だから内もももすれない。そうなの、この辺ぐらいまでめっちゃ宣伝するじゃん。そうそうそう、ありがとう。内もももすれないんだ。でもね、マジでこのロングボクサーを選ぶ人の理由はほとんどそれだと思う。そうです、こういう形のばっかりです。履いたことない、太ももが太い方、そう、ぜひおすすめ。おすすめです。これ一択です。ありがとうございます。じゃあこれぐらいかな。これぐらいですね。はい、そしたらじゃあここ置いといてもらって、はい、そしたら今日いろいろ持ってきてくれて、はい、ありがとうございました。はい、千葉優斗の私物紹介でした。ありがとうございます。これもね、いつも最後にゲストの方に聞いてるんですけども、あなたの将来の夢や目標、はい、なんかありますか。なんかもうさっきからちょっとは聞いてるけどね、なんか改めてもう一度ちょっと言ってほしいなと思って、はい、目標はボディービルの大会、僕がね、この大会で優勝したいってのがあるので。それはいつあるの。まだ出る予定ではないの。何月かは分からない。それで優勝するっていうところ、はいはい、あとは夢はある人に勝ちたい。それは何で、ボディービルで。ああ、 その目標とする選手がいるってことね。そうです。その人を超えたいっていうことですかね。 その人に勝つっていうことです。それは叶いそう。叶います。その人すごいね。その人すごいです。私たちも知ってるかな。結構有名な人知ってると思います。ああ、じゃあちょっと誰か後で聞いてみようかな。でもね、マジでさっきも言ったけど、一つのことに集中する能力っていうのが多分すごく長けてると思うから、その夢って多分きっと叶うんじゃないかなと思います。で、できればちょっと太郎は怖くないので、段階でちょっと、あの、おはようございますとか言ってもらえると、これを聞いてね、はい、話をしてお願いしますね。多分今年もたくさん一緒に仕事する機会あるかなと思うので、はい、よろしくお願いします。はい、それではビーバーシリフリックス、いつも最後までご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。さっきも言ったんですけど、もう一本千葉優斗と動画撮ろうかなと思います。ゲストがもう一名参加させていただく方がいらっしゃいますので、そちらの動画ももしよければご覧いただければ幸いです。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。